食レポトレーズ反応したー見たいねーええなに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 どうも、ジムライズのタクトとジムライズということで本日は夏のツーリング川と峠目指して食レポトレーズ、ということで本日はタクヤとツーリングしております、で、タクヤさん、今日はどこ来てるんですかっけ。あっという間です。反応したー2回目2回目だー。いやー、本当にベンチですわ。なんで反応来たんだっけ。あとね、ムーミンパークとか前回目指してきてたんだよね。はい、そうだね。それだけど、あいにくの天候で調子が悪くて、確かにあんまりいい映画撮れなかったってことで、そういうことだな。リベンジマッチです。よっしゃー、リベンジマッチだー。ということでね、さっきタイトルコールもしたんですが、本日はうどんとバーベキューをしていきたいと思いまーす。さあ、今目指してる場所はどこでしたっけ。目指してる場所はね、浅見茶屋っていうところを目指してます。浅見茶屋、うどん屋ですか。ありがとう。はい、アサミ茶屋。すごくいい名前だな。何屋さんだと思いますか。うどん屋だ。大正解。当たり前だ。誰でも分かってる。アサミ茶屋。うどん屋ですな。アサミ茶屋ってところが、はいはい、昭和7年からやってるところが結構な老舗となっております。で、ハンバーグとかって結構うどん屋さん多いんだけど、確かに。アサミ茶屋さんは、なるほど、これはもうライダー必見、必ず行った方がいい。名物が、はい、肉汁うどん。肉汁うどん、肉汁うどんは食いてえよ。それ食いたいよ、夏バテ予防に肉は食いたいわ。それに、はい、デザートも有名らしくて。デザートあんの、何のデザート。おぉ、フルコンボ。やばっ。いや、最高やな、それ。いや、じゃあそれを食いに行ってみましょうか。行きましょう。反応来てるけど、反応ってどのエリアにあんだっけ。あったよね、埼玉県で、普通かな。比較的ね、東京から行っても電車で1時間半から2時間ぐらい来れるような、自然があふれるようなスポットになってるわけだよね。そうね。だから後で紹介するんだけども、川とか峠とかもあって、ライダーにはとってもいい場所。しかもバイクの聖地、バイク神社があるってことで一躍有名になったような場所が飯能となっております。バイク神社、バイク神社あんだよね。今日行かねえけどちょっと行ってみたいなと思っちゃったよね。まあそれはおいおいね、反応リベンジを果たしてから次回また行くんでしょうか。そうだね。ね。いやー、ということで、まずはプランとしては峠を目指して、そこから上に上がっていくとうどん屋があるんで、ここでうどん食べます。はい、行きましょう。で、そしたら次に反応の河原に向かってバーベキューしていきたいと思います。行ってみましょう。レッツゴー。なんかめっちゃ細道入ったね。はい。うわ、ちょっと離れちゃうさ、こうやって自然と触れ合えることができるから、いいよね。めっちゃいいよね。なかなか東京の人だったらこれ見れないっしょ。え、見えない見えない。これ東京とか都心部じゃないね。そうだよね、そうだわ。ちなみにね、やっぱ臭いかもしんないけど、うん、涼しくなってきてる。確かに、いや確かに確かに。さっきね、気温ね37度だ。37度だったんだけど、今ね32度。いやー、涼しいな。いいね。あ、朝の茶屋、これは本当やん。ね、いいね。ね、この奥にあるっていうと、またね、活かしてるね。活かしてるわ。いや、これはね、さすがに東京の人を来たら車じゃないと来れない。え、本当に。さすがに、まあこのね、朝の茶だったらバイクで来た方がいいな。確かに。このね、すれ違う時こうやって。そうそうそう。大変だよね。こういう時ね。うん。いや、あとはさ、そのうどんが美味しいかどうかだよね。そうだね、そこ重要よ。そうね、これで美味しかったらみんな来るよ。これまずかったら
うどんのインサートは一切入んないで終わるから。800m。いいね、このあと何キロって。なんか、ワクワクしてくるわ。いやうわぁ、すげぇな、マジで、この道。すごい、すごい、すごい。ああああああやべぇ。ああああああ車やべぇ。ああカーブ、すごい。あべぇ。あべぇ、あべぇ。あかん、あかん、あかん。やーべぇ。あぁあっち。あな、古民家や。うわ、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 滝、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 滝やん、滝。左にパワーずっと流れてんだよな。いやいやいや、ちょっと。なに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 。誠に申し訳ございません。うどん、完売しました。あうどんじゃないやつ食べる。あ、うどんではあるの？甘味料でしょ、あのアイスが。確かに、それはある。来ましたね。なんで俺だって毎回来るの？やってたーとか言ってたら、牛が。いや、ちなみに今回は事前に調べてきたからね。営業時間がじゃなくて、うどん完売。おい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 、もう、反応リターンで失敗。あ、これ、これ、ここですね。あ、よっしゃ。あ、ええやん。さあ、じゃあ、うどんは食べないけど、あんみつ？あんみつじゃねえ、あいつ。あいつか。甘草、黒蜜、きなこアイス。オッケー。その、なんとか、なんとかきなこアイス、食べてきたと思うな。はい。よし。入ってて、よいしょ、おお、やばい。